山かジェフがダスティン・ポイエから5ラウンドに1本勝利。詳しい内容を見ていきましょう。1ラウンドこそはマカジェフがポイエを組み技で圧倒しました。しかし2ラウンド以降はポイエも何度もテイクダウンディフェンスから鋭い打撃を当てるシーンも目立ちました。しかし最後はマカジェフが見事な一本勝利を収めました。マカジェフはこれでタイトル獲得から3戦連続の防衛ということになり、試合後にウェルター級へ階級変更を匂わせました。組み技はもちろんポイエとも接戦を演じる打撃力も持っているマカジェフがウェルター級でどのような結果を残せるのかは非常に楽しみです。敗れたポイエは試合後に引退を宣言しました。エキサイティングなファイトスタイルと端正な顔立ち、そして何よりその強さで10年以上 UFC ファンを魅了してきたポイエ選手、まずは本当にお疲れ様でした。まあ、ただこのままポイエ選手があっさり引退するとは正直ちょっと自分は思えないんで、まあ、今後どうなっていくのか非常に楽しみです。以上です。